2023年、東山動物園、ナイトズーに行ってきました。今年は入場制限もなく、多くの人で溢れ返っていました。駐車場もほぼ満車で、来年行かれる方は、先に帰りの切符を買われて行かれることをお勧めします。入り口から近いところにインドサイが3頭います。年中水浴びをしている姿が見られます。サイが動くたびに、 その大きさに驚き声が上がります。この子たちはコツメカワウソのドンとヒナタです。最近は柵が外され、近くで撮影することができました。アジアゾウです。ナイトズーで見ることができるのはオスの小皿です。 サクラと昨年生まれたウララのお父さんになります最も大きな重鎮ワルダーは非常に警戒心が強く屋内にいるようですまた母親のアヌラサクラウララはナイトズーでは見ることができませんでした赤カンガルーです今年6月に赤ちゃんが母親の袋から出て遊んでいる姿を見ることができました 昼は人間のようにゴロゴロとしていますが夜も同じような光景でしたこれは桃色ペリカン鳥類の中では最も大きなくちばしを持っていると言われていますペンギン社のフンボルトペンギンです。今年は 王様ペンギンが亡くなってしまったので少し寂しくなりましたが新たにヒナも生まれているようですコアラ社は多くの人が来ていました夜と同じ明るさにしているために目を凝らしてコアラを探してみてくださいコアラ社を出ると絶滅危惧種のホウカザリズルがいます。 そこから、U ターンをするとカリフォルニアアシカがいます。昼ほどではありませんが、夜も泳いだり泣いたりする姿が見ることができます。今年、赤ちゃんが生まれています。世界三大珍獣の小人カバです。世界三大珍獣は、他にジャイアントパンダ、オカピが挙げられています。黒鞘黒鞘 インドサイと比べると非常にスリムです。屋内に入りたいのか何度も覗き込んでいました。そしてカバです。東山動物園から多くのカバが生まれ、日本中の動物園に送られました。タイミングよく餌を与えるところを見ることができました。この大きな口を開けて、ライオンなどを威嚇するそうです。ちなみに、 ナイトズーの時間帯は遊園地も開いて動いていましたアメリカバイソンですほとんど照明がたかれておらず見つけるのに苦労しました本園に戻りますこのの子はマレーでです。体の半分が真っ黒であるために、 非常に見つけることが大変でした。収録はできませんでしたが、かんだかい声で泣いていました。アジアゾウの小皿です。夜も更けてきており、室内に戻りたいようですね。今年新しく開設されたトラ社のスマトラトラです。 少し離れたところで見られた方が発見しやすいと思います今日は見やすい位置でくつろいでいましたアミメキリンは4頭すべて外に出ていました仲の良いグループで奥にいるオスの鳥の メスでお母さんのマオ子供のカンナアメリカからやってきたメスのアメリ私のお気に入りの動物です再び桃色ペリカンですこの2匹のつがいは非常に仲が良くほとんど一緒に過ごしていますこれはアクシスジカです手前に出てきていたので撮影することができました今年 赤ちゃんが生まれています。オスジカの角は冬になると取れてしまいまた新しく生え変わります。そして最後にインドサイです。室内に入りたがっているのはオスのセラでしょうか ?3 頭とも外にいることが確認できました。